町内会。町内会は、日本の集落または、都市の一部分、町において、その住民等によって組織される、親睦、共通の利益の促進、地域自治のための任意団体、支援団体と、その集会、会合を出る。また、その管轄地域のことを指すこともある。裁判所の判例においては、一定地域に居住する、住民等を会員として、会員相互の親睦を図り、 会員福祉の増進に努力し、関係観光所各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体と定義されている。平成19年8月7日、東京関西第2200号。市区町村や住民によって、口述のように様々な名称で存在しているが、本校では本文において、町内会等と記載する。2003年に、 総務省が行った調査では、町内会等の名称としては、自治会、自治会が四十二点八パーセントで最も多く、次いで、町内会、町内会が二十四点六パーセント、次いで、町会、町会、ブラック会、ブラック会、区会、区会、区、区と続く。他に、地域振興会、地域振興会、上会、上会、上会地域会、地域会、地区会。 地区会などの名称もある。また、地域によっては、商店街や管理組合などの組合そのものが同一組織として、自治組織の機能も兼ねているケースも存在する。中田実は、町内会等の基本的な特徴として、次の5点を挙げる。町内会等の名称について決まった原則はなく、町会、自治会、マンション自治会、主にアパート、マンションに多いと称するものや、 単に回と称するものも存在する。多くの組織の場合の部分には、地名あるいは住居表示の名称をそのまま表示するが、地域の自然環境や地理特性、シンボルを名称に取り入れているものや、住居名、マンション名、発行者の社名を、組織名に取り入れているものもある。町内会等の範囲は、多くの場合伝統的な地域や集落と一致しているが、 戦後昭和期に開発された地域においては、造成が行われるたびに開発区域、マンションを単位とした町内会等が新たに設置されてきた経緯もあり、地理的な生活圏域より細分化されている場合がある。それぞれの町内会等は、近接の別の町内会等と共同で、町内会連合会、連合町内会、 レンク、X 豊川市などと呼ばれる連合体を組織していたり、地区、行政区あるいは、京都の学区などの上位地域区分を持っていたりする場合がある。これらの上位団体に対して、個別の町内会等を指す故障として、単位町内会等と呼ぶことがある。認可遅延団体の場合、地方自治法第260条の5の規定により1名の代表者、 しばしば会長と呼ばれる。多く義務がある。また、同260条の11の規定により、任意で幹事を設置する。任意団体の場合も、上記の会長のほか、副会長、助役、会計、収入役、総務、事務長といった役職が置かれ、これらを役員と総称する。実務的事項については、 役員会などと呼ばれる寄り合いで決定されることもある。また、特定の活動分野について、部などといった、下部組織が設置で、部長などの役職が置かれることもある。部は、老人部、女性部、青年部といった構成員の種類によることもあり、防犯部、育成部、文化部といった活動種類によることもある。認可遅延団体の場合、地方自治法、 第260条の2第2項の規定により、団体の規約、しばしば、快則とも呼ばれる、を定める義務がある。任意団体の場合も、多くの場合規約を定めている。町内会等の重要事項は、会員である住民の世帯主が、全員参加する総会で決定される。認可遅延団体の場合、地方自治法、第260条の13の規定により、 1> 年一回の通常総会の開催が義務、付けられているが、任意団体の場合も、多くの場合年一回開催である。一般に、総会への参加意欲は低調で、総会委員、一部構成員のみの参加が、状態化しているところもある。構成員が多い町内会等あるいは、隣組の名残により、区域をさらに細分化した、組、班を設置し、組、 班長といった役職を置くことがある。組はしばしば町内会等や行政からの通達指示事項を伝達する最小組織となり、伝達方法として回覧板と呼ばれる古風な連絡手法が用いられている。集合住宅が組の単位となる場合、貸主や管理人が組長を務める慣例となっていることもある。役員や他の役職の人選は五選によることが多いが、 定年退職した男性による持ち回りが歓迎化していたり、変わる人員がいないために、同一人物が相当高齢になるまで就任していることも多い。町内会等の財務について、明確なルールはないが、認可遅延団体の場合、財産目録の整備のみは義務付けられている。市区町村の補助金、助成金に関する手続きを行う便宜から、ほとんど全ての場合、 公開系と全く同様の3月末を決算期とした現金主義会計により経理されている。収入は基本的には会費と呼ばれる加入者からの負担金のほか、行政からの補助金、委託費、バザーや縁日の売り上げ、各種の寄付金、協力金、協賛金などという名称もしばしば用いられる。などで賄われる。会費は、 持ち家の有無など外形的な世帯特徴により所得水準を判断し、累進的に回避の額を設定した見立て割がしばしば用いられるが、昭和期の早中流化により確率の回避とする場合も増加した。町内会等の活動内容は地域性、歴史性によって大きく異なる。平成18年度国民生活モニター調査。 町内会、実地会等の地域のつながりに関する調査においては、実施している割合の上位からといった活動を行っていた。一方で、戦後昭和期、1968年の住民時期組織に関する世論調査ではとなっており、時代による変遷が見られる。以下、町内会等の活動のうち主なもののみ挙げる。住民の結婚式や葬式があった際には、 町内会等が人員を動員し式の運営や、炊き出しを行う。また、住民同士の親睦活動として、新年会などの各種の親睦、運動会などの体育活動、歌謡、舞踊、演芸などの文化活動を行う。これらの活動については、町内会等と別に、老人会や婦人会、青年団、子供会といった世代別団体が担っていることもあるが、 町内会等の役員が出職となっていたり、町内会等の加入者が当然に加入することになっているなど、実質的に一体化していることも少なくない。活動を行うための場所として、戦後昭和期には、会館あるいは集会所、地域公民館などと呼ばれる集会施設が多く建設された。これらは町内会等が自主的に整備する場合もあり、 行政主導で整備する場合もあった。また、土地区画整理事業や都市再開発事業などの一環として実質的に開発区域の町内会等が使用する集会施設として整備されることもあった。また、マンションを単位とした町内会等においては、規約共用部分として設置された集会施設がこの役割を果てたこともあった。平成期以降は、結婚式場や 葬儀場の普及により、集会施設の果たす役割は、急速に縮小し、総会、役員会や文化サークル活動での使用に、限られている。地域で、伝統的に行われてきた祭礼の運営や補助、あるいは寺社や境内地の清掃や、修繕などの維持管理を行う。一般的には、陳樹神を祀る神社の祭礼が対象であるが、一行層が盛んな北陸地方における、 法音公のように寺院が行う祭礼が対象となることもなる。これらの活動については、町内会等と別にう子会や団家会といった、信徒による団体が担っていることもあるが、町内会等の役員が当て職となっていたり、町内会等の加入者が当然に加入することになっているなど、実質的に一体化していることも少なくない。大規模な祭礼の場合は、 町内会等単位で越しなどの細具を所有したり、別々に行列や神楽を行うこともあった。いわゆる、喧嘩祭りにおいては、しばしば町内会等を単位として闘争が行われ、地域同士の回答に発展することもある。伝統的な祭礼とは別に、戦後昭和期には商業化、マスカした祭礼イベントを開催することも増加した。夏の、盆踊りは、 町内会等のイベントとして最も普及したものであり、矢倉と太鼓、けばけばしい電飾、温度などとして地域ごとに盛んに作曲された舞踏用の商家、縁日の屋台、花火やカラオケ大会などが最例のアイコンとなった。地域の交通安全や防犯のため、地域の防犯パトロール、通学の見守り、学童用語院、縦管板の設置などを行う。 これらの活動は自主的な住民意識に基づくものではあるが、実質的には地元の警察署の統制下にあり、全国交通安全運動やその他のキャンペーンにおいて自民の教室を行うことも多い。また、これらの活動については、町内会等とは別に交通安全協会や防犯協会といった任意団体が担っていることもあるが、 町内会等の役員が当て職となっていたり、町内会等の加入者が当然に加入することになっているなど、実質的に一体化していることも少なくない。また、夜間の安全を目的に設置された防犯等の維持管理を町内会等が行っていることも多い。最も一般的に行われているのは、地域内での家庭用ゴミ集積所の設置、維持管理である。また、 リサイクルのための廃品回収、古物の再利用のためのバザー、放置自転車の処理、不法投棄防止のための活動などの環境維持活動を行う。特に道路、公園、洋廃水路、河川などの清掃活動については、平成期にアダプトプログラムがもてはやされた際に、行政と町内会等が協定を結んで行われたこともあった。また、 都市部については緑化活動として、街路樹や花壇の造成などを行うこともある。伝統的な村落において、入会地や共同墓地、共同浴場などの共同所有地の維持管理を行う。これらの活動については、町内会等と別に入会団体や墓地、管理組合といった受益者による団体が担っていることもあるが、町内会等の役員が当て職となっていたり、 町内会等の加入者が当然に加入することになっているなど実質的に一体化していることも少なくない。また戦後昭和期以降に各種インフラ整備が進む過程の中でインフラ受益者による団体と町内会等が同一視されることも増加した。マンションや団地施設の管理組合はその典型であるが他にも地域団体加入電話や 優先放送施設の利用組合、上下水道施設の利用組合、水利施設の土地改良区、農作業のための機械利用組合などがある。この場合において、町内会等がインフラ設備の維持補修を行うほか、受益者の負担金も会費と同様に徴収することとなる。また、平成期には、公園やコミュニティセンター、福祉施設などの維持管理を 指定管理者制度により住宅することも増加した。合設地域においては、生活道路である市町村道の除排雪を、市区町村ではなく、町内会等の責任と、経費負担において行うという賃金な風習もある。火災や災害時の救出活動、安否確認のほか、平常時の避難訓練、救命講習の実施、防火や防災の呼びかけなどの消防防災活動を行う。 これらの活動は、自主的な住民意識に基づくものではあるが、実質的には、地元の消防署や市区町村の防災担当の統制下にあり、出初め式や総合防災訓練において、人員の教室を行うことも多い。また、これらの活動については、町内会等とは別に消防団や水防団が設置されていることもあるが、実質的に一体化していることも、 少なくない。また、しばしば災害対策基本法上の自主防災組織としても位置づけられている。戦後昭和期から、町内会等が火災や水害対策用の物品を保管することがあったが、平成期に自主防災組織が普及した後は、町内会等に収容避難場所の開設、管理が義務付けられることも増加したとから、災害用の備蓄品を保有することもある。 また、災害時には避難行動要支援者の避難支援が課せられていることがあるが、要支援者の名簿自体、法令上本人の同意がなければ提供できないため、実効性のある役割を果たすことは容易でない。町内会等の会員を対象に寄付金の徴収を行うことがしばしばある。町内会等が開催する祭礼やイベント経費のための寄付金、協力金や、 共産金などという名称もしばしば用いられる。また、自社の祭礼のための寄付の場合は、誤殺代やご新主代という名称も用いられる。のほか、地元の福祉、教育施設などへの寄付として集められることもある。また、消防団や交通安全協会、防犯協会といった関連団体の維持経費がいわゆるトンネル寄付として、消防協力金、 防犯協力金などの名目で寄付金として集められることもある。また、全国規模の事前団体が町内会等に寄付の取りまとめを命じることも多い。日本赤十字社と共同募金によるものが最も一般的であるが、社会福祉協議会や緑の募金、社会を明るくする運動などによるものもある。取りまとめは任意であるが、ほとんどの場合において町内会等ごとに 目安や目標金額といった実質ノルマが定められており、寄付金は上納金としての性質を強く帯びる。寄付金については、各自治区ごとの総会にて、当年度の収支報告及び、次年度予算の議決が行われ、町内会費より支出される。市区町村の実質的な従属組織として、広報活動を行うことがある。 広報誌を配布活動が最も一般的に行われているが、その他のイベントの告知や住民への個別周知について、回覧板により広報することもある。また、受託や補助金事業により、市区町村の政策の実質的な下請けを担うことも多い。経路活動、スポーツ活動、生涯学習活動などが伝統的なものであるが、平成後期には、 健康寿命延伸のための健康づくり活動や、要介護防止のための介護予防事業、地域包括ケアのための孤独死防止のための見守り、などを行うこともあった。従属組織としての性質から、本来的には、任意団体である、町内会等の設置や区域変更、会長の変更について、市区町村の認可や届出が義務付けられていることが、ほとんどである。 町内会等に加入、参加する世帯が減少していることが指摘されている。例えば1968年に内閣府が行った住民自治組織に関する世論調査では、町内会等への加入率は、支部で88.7%、町村部では90.5%であったが、およそ半世紀後の2010年の国民生活先行度調査では、 全体で73.0%まで低下している。結社の自由が憲法と国際法により保障されているため、新たに住民となった者が町内会等に加入しないことは珍しくないが、役所、役場や町内会役員が組織率の低下を防ぐため、マンション分譲の際の条件として町内会等への加入を契約で謳っているケースが見られる。 最も加入はしているが、行事には参加せず、町内会費を納入するだけの関係になっている、ケースもある。稀に加入していても、町内会費を滞納、未払いするケースも存在する。BR 町内会の活動単位は家族を想定しており、単身者の生活環境を考慮していない、スケジュールのため単身者は加入しな、または加入しても活動に参加できない場合が多い。また、会員。 住民同士の交流を促進するため様々な行事を行うところもある。住民の高齢化等により行わなくなるケースもあるし、今までになかった新たな行事が企画されるケースもある。花火大会、神社の大祭、祭り、盆踊り、運動会など。都市部のアパートやマンションでは未加入のものが多い。マンション管理組合とマンション自治会は同一の団体ではない。 特に賃貸物件では転入、転出が頻繁が頻繁だったり、自宅が留守がちな単身者や共働き夫婦が多かったりして、地域とのつながりが薄いことによる。家族で居住している場合、加入を勧誘すると応じる場合が多いが、単身者等の場合は、不在がちな世帯が多いため、加入の勧誘を断る者が少なくなく、加入率は低くなっている。 集合住宅の町内会等の加入率はかつては高く、現在でも全世帯が加入する集合住宅もあるが、単身者、共働きの世帯が多いところでは、加入率が半分以下のところもある。町内会等によっては、徴収した会費や地元企業の協賛金により、世帯の住所や電話番号を記載した名簿を配布したり、世帯の所在を図示した案内図、 案内板を作成していることもあるが、個人情報の漏えいを嫌って、掲載を拒否する世帯も増加している。これらの個人情報の取り扱いについて、従来はルールがなかったが、個人情報保護法が改正され、2017年、平成29年5月30日から、個人情報を取り扱う事業者や団体は、規模の大小や営利、非営利を問わず、 個人情報保護法の適用対象になった。町内会や自治会も個人情報保護法の適用を受けるため、各町内会などは個人情報の取得、利用、保管、伝達、情報開示などついて法に即してルール化し取り扱うことが求められる。マンションの管理組合は共同財産の管理を目的として区分所有者全員の加入が 建物の区分所有等に関する法律で勤務、付けられているものであるが、しばしば町内会等と同一視され、区分所有者であることを理由に、町内会等への加入を強制されたり、管理組合の管理費が町内会等の会費と無分別に徴収されることがある。2007年、平成19年8月7日に、町内会費の徴収は管理組合の目的外で、 マンション管理組合が規約等で定めてもその拘束力はないものと返すべきとする判決が東京簡易裁判所で出た。従来、国土交通省が通達したマンション標準管理規約第27条において地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用を徴収できる規定となっており、管理組合が町内会等の会費を徴収することについて、 事実上国が容認していたが、上記判例を受け、2011年の標準管理、規約改正時に、国のコメントとして、自治会費、町内会費等、居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持、管理していくための費用である、管理費等とは別のものといういささか本文と矛盾した注釈が付された。2016年の標準管理規約改正時に、規約、 第27条の該当箇所が削除された。また、賃貸住宅の団地であっても、町内会等が実質的に教育費用を徴収する場合は、当然に居住者は町内会等への加入を強制されることとなる。これについても2005年4月26日に、町内会等は強制加入団体でもなく、その規約において、会員の大会を制限する規定を設けていないので、 あるから、意思表示を行えば、大会は自由であるとの判決が最高裁判所で出た。町内会等が、地域の自社の祭礼を行う場合、当然に、全会員が、自社のうじ子であるものとして費用が徴収されるが、これは、当該自社の宗派を信仰しない会員にとっては、事故の信仰に反して、宗教行事への参加を強制されることとなる。これについて、2002年4月15日に、 地域に浸透した神社であっても宗教性が否定されるものではないため実質的に支払いを免れることができない状況下で神社関係費が町内会等の会費と共に徴収されることは事実上宗教上の行為への参加を強制するものであり信教の自由ないしは信仰の自由を侵害するものであるとの判決が佐賀地方裁判所で出た上述の通り 日本赤十字社や共同募金は町内会等に対して寄付金の実質ノルマを課して集金を行っている。これについて2007年8月24日に集金ノルマを果たせない班長や組長がいわゆる自爆業により寄付金を支払っている状態を解消するため全会員の会費に寄付金を上乗せ徴収した事例に監視、募金及び寄付金に対する任意の意思決定の機会を 奪うものであり、その強制は社会的に需要できる限度を超えるため、公助領族に反し無効であるとの判決が大阪高等裁判所で出た。もともとは千九百三十七年の日中戦争の頃から日本各地で組織され始め、大政翼蔵家の千九百四十年九月十一日内務省令第十七号ブラ会長内会等整備要領により国により。 正式に整備されることとなった。この中で、市街地には、町内会、村落には、部落会を組織し、住民を基礎とする地域的組織たるとともに市町村の補助的、下部組織とすとの役割が位置づけられた。また、従属組織として10個前後を単位として、林保藩隣組も置かれた。さらに1943年の法改正により、市区町村長は、 町内会ブラッ会及び、それの連合会の長をしてそれの事務の一部を援助、セシムルことどと規定され、法的にも、明確に、市区町村の従属組織となった。これらは、戦時体制の維持に大きな役割を果たした。戦後民主化により、1947年5月3日はゆる、ポツダム政令15号が交付され、町内会、ブラッ会やそれらの、 連合会等の結成が禁止されることになった。サンフランシスコ講和条約の発行に伴い、制定されたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する、普段の廃止に関する法律、昭和二十七年法律第八十一号により、上記制令を含めたポツダム命令は、講和条約発行半年後の1五十二年十月二十五日に、執行したため、自治組織として、 再組織化されるようになった。高度経済成長の時期、公衆衛生、防犯、交通安全、文化振興などの地域の生活改良は、高制度による事業ではなく、しばしば社会運動として行われた。この運動の中で、町内会等は、各地域における自発的な実施主体と位置づけられ、ごみ集積所の管理、交通安全活動、防犯見回り、 清掃力化活動など各種の生活改良活動を直接的に担うことになった。これは昭和期の地域の生活改善に大きく貢献したが、一方で昭和後期から平成期に町内会等の活動の担い手が減少していくと、これらの義務的管理的に続けられる活動の負担は相対的に増大し、町内会等の疲弊をもたらすこととなった。また、 行動における防犯等の設置や公園の維持管理など受益者と非受益者を区別することが不可能であり、かつ明らかに公共インフラに属する業務を行政が担わず、任意加入団体である町内会等が行う監修は町内会等に加入しない受益者を生み出し、町内会等加入者に不公平感をもたらすこととなった。平成前期には、 防災などの地域活力の維持のため町内会等の機能が重視された。戦前は市区町村の許可により認められていた不動産の所有が戦後できなくなっていたが、地方自治法の平成3年2001年改正により、同法第260条の2に基づき不動産、集会所や共同墓地などの登記ができるようになった。また、総務省は コミュニティ団体運営の手引きから、自治会、町内会、その他地域活動を行うグループの皆様にを作成しているほか、町内会等への加入促進条例を制定している自治体もいい。特に、長野県小室市で2010年に制定された小室市自治基本条例は、全国で唯一、本来任意団体である町内会等への加入を強制した条例として、話題となった。 一方で、平成後期の新しい公共以降、公助と共助の役割分担が叫ばれるようになり、共助の担い手として極めて高い機能を備える地域経営組織が求められるようになった。町内会等が単独でこれを担うことは困難であり、他の地域団体を寄せ集めた協議体が地域経営組織となるモデルとして提唱されると、町内会等の再生や振興に注目が集まる。 ことは相対的に少なくなった。町内会等の原型をどこに求めるのかについては未だ意見の一致を見ていない。ただし、地域社会学における概ねの共通了解では、町内会等の素形は近世の5人組であり、それが近代に入って明瞭な形をとって現れたとされている。また、第二次世界大戦後の GHQ の研究では、町内組織の起源が 大化の改新時における五人リンポ制度の導入にまで遡って検討されていい。戦時体制下のありように着目すると否定的な評価をされやすいが、学術的にはこのような歴史的経緯を視野に入れ、生活と支配の両面にわたって検討されている。学説上の評価では、主に以下のような立場に分かれる。近代化論は、戦後民主主義的な問題関心から、 町内会等を近代化イコール都市化に逆行する封権異性として論難する立場である。町内会等が常に国家の意志の上からの浸透に適合的であったことが強される行政主導説。このような立論は封権性と封権イデオロギーとを混同し、自らは近代イデオロギーにとらわれているとの批判を受けた。 近代化論に対して対照的な立場を取ったのが文化型論である。多くの論があるが、例えば、町内会等という集団形式の偏在性、継続性が強調されるなど、いわば日本の文化としての町内会等が肯定的に評価される。代表的な論者としては、大見哲夫、中村八郎が挙げられる。近代化論が重視しなかった。 地域生活の自立性に目を向けることにはなしたが、その原型性を主張するあまり、歴史的変容を視野に収めた動態的な分析には至らず、やはりある種のイデオロギー性を帯びざるを得なかった。その後、町内会論争は、近代化論と文化型論の論争によって、理論的な進化を見せ、支配、近代化論化、生活、 文化型論化という二分法的な問題設定の限界が明らかとなった。この限界を超えるべく新たな歴史分析がアジアの地域住民組織との比較分析や住民自治への関心とともに現在進められている。本来、町内会等は民法上は権利能力なき社団である。地方自治法上は遅延による団体、遅延団体と位置づけられている。 一方で1959年に発生した伊勢湾台風を契機として成立した災害対策基本法では地域コミュニティにおける住民同士による防災活動が重視され地域住民らによる自主防災組織の設置に関するただしが設けられておりこれは主に町内会等を母体として設置することを想定したものであるさらに近年では 地域コミュニティの重要性が認識されてきたこともあり、1991年4月の改正により設けられたで、遅延による団体と規定され、地方公共団体の庁の認可を受けて、法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができるようになった。さらに、旧中間法人法に基づき、中間法人としての法人格を取得する例もあった。内会は、 任意団体であり、大会は自由である。PTA については、朝日新聞などで、任意団体であること、大会が自由であることなどが報道されたが、町内会については、この点に関する知識が十分に普及していないと言える。近年、町内会の組織率低下を憂う、地方議員、役所、町内会役員による、入会促進行為が見られる。中にはゴミ収集問題を逆利用して、 入会を強要するケースもあるが、入会意志のない住民は、きちんと自身の考えを表明し、拒否することが可能である。東アジア、東南アジア等で、日本の町内会等と同様に遅延に基づく地域住民組織が普遍的に見られる。地域社会学では、これらを研究対象とした比較分析が進められている。それらの研究では、完成組織であっても、 その成立の背景にある地域住民の生活の論理が積出されている。アメリカ合衆国の事例はお参照。町内会、実地会と地域を同じくする他の組織として、シニアクラブ、関連委員として、民生、児童委員、特定非営利活動法人、NPO 法人等が存在するが、組織の壁を越えてこうした他組織との連携を、 積極的に進めていくことが課題である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。